いきなりだけど、みんなは K-POP は好きかな？ K-POP は洗練されたルックスやスタイル、圧倒的な歌唱力、高いダンスパフォーマンスなど、大きな世界観が魅力よね。私の推しは、そう、あの世界的グループよ。2000年代後半から人気が出て、今や世界中で多くのファンの心を掴んでいるわ。 K-POP も韓国も好き、自分もステージに立ちたい、ブームを作っていきたい、多くの人を笑顔にしたいって人なら K-POP アーティストを目指すべきよ。 K-POP アーティストは仕事の種類も多彩なの。テレビの歌番組はもちろん、バラエティ番組やクイズ番組、さらにドラマや映画への出演、舞台に立って活躍する人もいるほど、活動の幅をどんどん広げているわ。でも一番輝く場所はライブね。あの感動は何者にも変えられないわ。簡単に成功できる世界ではないし、ライバルも多いわ。でも一度認められれば、自分の努力や工夫次第で多方面で活躍できる K-POP アーティストは、今後も芸能界やポップカルチャーで重要な役割を担う職業よ。